sweet comic Valentine. You make me smile with my heart. Your looks are laughable. That was laughable. Unphotographable. Yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? For me, not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay, each day is Valentine's Day. こんにちは、黒田和之です。今日も来ていただきました、ボーカルの深尾太鼓さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。2月になると歌う。2月になると歌う。うん、1月ぐらいから歌うの？いやいや、2月にならないと歌わない。歌わない。あ、ほんと。この間、僕のよくやってるボーカルの人が、1月になったら解禁にするんで、2ヶ月歌いますって言ってた。いやー。そこまでせんな。クリスマスソングも11月末には歌わんからね。ああ、名古屋の人結構11月ぐらいから歌う。あ、そう。なんかサンクスギビングを超えないとクリスマスが歌えないアメリカの気質が私にはついてるのかしら。あるかもしれんな。ね、11月から歌うとも長すぎて自分が飽きるんよね。ああ、それもあるかもしれんな。あと寒くなくてね、なんかクリスマスの感じがしないの。うん、で、2月にならないと、こう、バレンタインの赤いイメージが淡いところは、まだニューイヤーな感じが。ああ、ドジャース&ハート。黄金デュオ。言われるぐらい、もうとにかくこの2人の共作は多いんですが、この2人の関係性を赤裸々に描いた映画があって、ワーズ&ミュージックっていう映画があって。いい映画だった。いい映画だよね。教えてもらってみたけど、やっぱりね、コンポーザーの思いとかそういう時代背景を知るってめちゃくちゃ役立つね。うん、そうね。うん、でまたこれ今度特にこれがそのマイファニー、なんでファニーなんか、うん、っていうのが、あの映画をロレンツ・ハート自体がこうちょっと自分のことかっこよくないと思ってて、背もちっちゃくて、うん、でも好きな人ができて、うん、でそういうのがある上で、こう自分をちょっとこき落としながらの、うん、ラブソングを書いたっていうのから考えると、そのマイファニーバレンタインのそのファニーの意味が今までその映画を 見る前の印象と全然違う、うん、全然違う、うんうん、確かに、うん、めちゃくちゃよく似たった。リチャード・ロジャースが結構男前ですっと結婚したのに対して、彼はずっと自分のそのなんていうの、見たくれとかそういったものに対してやっぱコンプレックスをすごく持ってた。それはみたいよ。そう、そのファニーっていう言葉で表したんやなっていう。だからそれを知らないで「マイ・ファニー・バレンタイン」歌ってた時は、うん、ちょっとこの曲ってひどみたいなさ。あ、なるほどなるほど。相手のことをさ、こき落としてて、うん、せめてでもさ、なんか
別の言い方ないのっていうか、ちょっと言い過ぎなとこがあるけど、これだから作者側の言われるね、こういうふうに思ってるっていう感覚で考えるとすごく愛らしい曲かもね。そうなんだよね、なんかもう全然こう印象変わったあれの、うん、ありがとうって感じ。はい、なのでぜひその映画もねめちゃいいんでよく見ていただきたいので、あのミュージカルの Babes in Arms っていう映画の中に出てきたんですが、これあの映画の中にはこの曲入ってないよね確か。そうだよね、うん、あのカットされちゃってるね。だからそのミュージカルの中で使われたんやけど、ベアオアフェンはこの映画の中に入ってると、同じ、ミュージカルの中で使われたベアオアフェンっていうのと、このマイハニーバレンタがこの、ミュージカルの中では有名なんですが、この映画化されたやつの中にはこのこっちの曲の方が大事やろうと思いつつあの後のというわけでじゃあ中身見ていきましょうか。はい、マイハニーバレンタイン、バレンタインってなんやの。うん、まあ人の名前なのね。いやまあね違うんだよね。ほほほ、このセントバレンティヌスのさ祝福の祝いでバレンタインズデーっていうのがあるけど、うん、バレンタインっていうのがまあ人の名前ではあるっていうのも、まあ、正しいけど解釈としては、うん、だ恋人。ああそっかそっか、そうか。 My love、うん、ラブっていうのがそのだからあの私の愛じゃなくて恋人、 My、うんうん、My lover、 恋人や要するに。でバレンタインズデーからあの連想させるから、あのバレンタインズデーに一緒にいて一緒にギフトをあげる相手すなわち恋人。恋人ね、うん、あ、うん、バレンタインでバレンタインズデーにあげるチョコレートあげる人。あでもアメリカって逆なんやっけ。うん、まあそうそうそう、あのアメリカ人の人が日本で逆らしいわって言うてる顔先みたいけど、そうそう、だいたい男の人の方が女の人にギフトをあげたり、チョコとは限らないけれどもお花あげたり、お花あげたりね、うん、でそれで女の人は返さなきゃいけないという義務はなくて女の子にとってはラッキーみたいな感じなんだけど。あなるほど。そうそう、でもそう、そのバレンタインは一応やっぱり愛を祝福する日、バレンタインズデーっていうのが、うん、そのバレンタイン、You got any Valentine? みたいな、彼女いるのみたいな、そんな感じ、うん、バレンタインに一緒に過ごす人いるのみたいな感じの言葉だから、うん、My funny Valentine っていうのは、バレンタインは本当あの恋人、僕のちょっとおかしな。おかしな。おかしながすごいね、これね。だから。ただそのファニーがね、だから解釈いろいろあってさ、もう面白い。うん、ファニーっていうのはおかしなっていうか、見た目がおかしいっていうイメージ、ファニーっていうと。面白そうな。だからね、そのあの映画を見て以来、いろいろ、なんか見た目もいろいろ、まあ、でもファニーっていう言葉自体、いろいろちょっとずつニュアンスがあって、うん、もっとあの、うわめっちゃ面白いジョークが面白いのファニーもあるし、うんうんうん、これってちょっと変じゃないみたいなのもあるし、うんうん、なんか奇妙なみたいなのもファニーもあるし、うん、だからそのうちのどれかっていうのはこう曲を紐解いていかないとわからない。ファニー、うん、次の行で言い換えてるのは Sweet Comic Valentine だから、これ Sweet っていうのはこう優しい甘いこういい感じ、なんか人当たりが良かったりとか、うん、こうそういう意味で sweet で、カミックっていうのはもうあの面白い、これそれこそカミックこそもう一言でおもろいって感じ、おもろい、なんか笑わしてくれよなそうそうそう、なので、あじゃあこのファニーはカミックっていう意味のファニーなんやなっていうのはここでは、うん、なるほど、笑かしよんなみたいな感じ、そうやね、そう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 いう感じ、あのいつも笑わせてくれる、そう、はい、人なんや。で、You make me smile with my heart、 もうあの心から笑えるわ、本ポエムことができる、うんうん、めっちゃもう楽しい、一緒にいたらそういう感じ、心から With my heart、 心からってこと、ね、はい、顔だけで笑ってんじゃなくて心から笑う、うん、で、Your looks are laughableYour looks ってのはあなたの見た目？見た目ね。Laughable でなんて答え？なんか笑えるって感じ？笑えるって感じ。OK で笑えて、うん、で Unphotographable。Photographable なんか写真撮ってもそうあのパッとしないっていうか。映えんなって感じだね今で。映えんなって感じやね。写真写り悪いなっていう、絵にならないなっていうか。
構結構だからこの辺歌いづらいのよ。うんうんうん、ひどいやん、言い過ぎやんなちょっとみたいな。そうやのよ、せやのよ、こうブリッジにね抜けるまで結構ごめんねっていう感じやん、ね、でもこれあの映画見てるとなんかロレンツハート役のキールーニー、ああはいはい、そうやそうや、有吉さんに似てるよね。そうやね、有吉さんかっこいいと思うけど、でもまあ確かにそのミッキー・ルーニーの風貌を思い出すと、なんかあの人にやったらこのラファブルとかアンフォト、フォトグラファブルとかなんか言える感じやね、なんか悪い意味じゃなくて。うん、そうで、しかもこれをさ書いた人自身が自分のことを思いながらラファブルとかアンフォトグラファブルとか言ってるっていうのを知ってると、うんうんうん、えるけど、そう知らなくて、うん、あなたって笑えるよね見た目、うんうん、だってちょっとうわ写真写りよくなさそうよねみたいなのが、うん、ちょっと歌いづらいって言いづらいわ、言いづらい、だからあのどっちかと言ったら私もこの曲好きかどうかって言うとちょっと悩むから、うん、2月のその上旬の限定でやっぱり季節柄歌うけれども他の時にめっちゃ歌いたいかって言うと悩む、うん、ここは悩む、だって ここが一番も辛いから自分も歌ってても、まあ、映画見てだいぶ変わった、ね、だいぶ変わった、あとはそのアニタ・ベイカーとかが、うん、あのいいバージョンでソウルバラードみたいなんで出しててさ、うんうん、それでもめっちゃ愛の歌やから、うんうん、そういうイメージでも全体的に全面に愛が出てる状態でちょっとこういう歌詞をさらっと通り抜けることはまあできるといえばできるかな、うん、だからもう最後までこの歌がどういう歌やっていうのを知ってる上でだったらいいけど、うん、こう歌あの歌ってこう、まあね、あの英語圏の人に英語で歌う時ってこう本当物語を語るように歌うわけだから、こうその都度その場所その場所が意味が伝わっていくわけでそうするとこの辺とかちょっと辛いただみんなまあこの曲がねそうあのこうひっくり返るっていうのを知ってる上で聞いてるから、うん、安心して聞いてられるけど、うん、そうじゃなかったらええってなる歌詞ではある。うん、マスキなみたいな感じやな。そこでやっとでやっとひっくり返す。うん、You're my favorite work of art。あのそれのね大好きな芸術作品である。うん、そこがってことやな。だからその人ってこういわゆるその欠点がいっぱいある中で欠点のところが好きって言われたらもう完璧やもんな考えたら。そうやな。うん、まあなんかそれぐらいなんかこうこき下ろすけどそこがいいって言われたら、うん、直さんでええよってことやもんね最後。世の中の一般的なパーフェクトは知らないけれども私にとってはあなたも、うん、もうこの上なく完璧。コード進行ここでメジャーに行くんちゃうか。確かに、うん、あのミュージシャン的にはこの曲ってやっぱりあのすごくこうドロドロの恋愛で失恋みたいなイメージ。失恋っぽいよね最初ね。最初ねやっぱり曲の曲層はね、うん、Is your figure less than Greek? フィギュアっていうのは 体型ね、体型ね、うん、Less than Greek。 Greek はこうギリシャ、ギリシャ、まあ、ギリシャの彫刻みたいなのを思い起こさせる、うんうん、ギリシャ人っていうのがもともとみんな体型がいいのか分かんないけどこう、うん、私のギリシャ彫刻みたいなあんな感じにすごいムキムキしてて美しくってもうそんなに比べたらあなたっていやそれに比べたら劣るかしらね。あ、確かに。まあまあちょっと褒めてる方か。いや落としてる、落としてるやっぱり落としてる。あのでもあのひどいよねとは言ってないけどでもめっちゃ美しいとは言えないよねっ って感じか。落としててでそのさらに落としてんのが Is your mouth a little weak? なんか口この口もマウス口元が弱いというか口が立たないというか話すのちょっと下手かもねみたいな。 And when you open it to speak open it この it は your mouth あこの it がこの your mouth だけね。そうだからあなたがその口を開いて話すとき、うん、Are you smart? あの大丈夫あなたみたいなあのおつも大丈夫みたいな賢いのって聞いてるってことは日本と一緒であんたそれ大丈夫ってことやな。そう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 。Are you smart? だいたいそういう期間でしょ日常会話でさ Are you smart? って言わない、うん、
うん、やっぱこれ反語になってね。Are you smart? No, do you, you aren't. どういうことやな、そういうことな。Yeah, no, you're not. そういうことなんで。しかも、Are you smart? ってここ伸ばすんよ、結構。うん。その、大丈夫かよ、お前っていうのを、朗朗と大きいことで言うということ。次にまた曲調が落ちて、But don't change your hair for me. ここがやっと、やっとなんかポジティブに戻るところ。うんうんうん、Don't change a hair for me. これ、まあ、髪の毛一本変えないでってことやけど、でも、まあ、要するに、Don't change anything ってことで。髪の毛関係ないってね、旦那さん言ってはったもんね。そう、旦那に聞いたら、ここ髪の毛の髪一つ変えないという本当に意味ではなくて、ほんま何にも変えんといてっていう意味や、うん。髪は関係ないって言ったもんね。だから日本語で言う、みじんも変えるなってことは、チリ一つ変えるなってことだけど、チリを変えろって言ってるわけじゃないもんね。そうそう、チリはそこに置いといてっていう意味じゃなくて。ではなくて、うん、髪の毛一本そのままにしといてっていう意味じゃなくて、うん、何一つその変えなくて、もう頭から足の先までそのままでいい。髪の毛一本もっていうのが、こう、みじんもみたいな感じで、もうイデオムになってるから、一切変えるなっていうイメージなんかね。A hair っていうのがなんかもう髪一本の隙間だったりちょっとした違いだったりとかいう、うんうん、そういうのよく使われるからね、うんうんうん、And not if you care for me. Not は don't の not だけ言う、ね、で if you care for me. もし私のことを大事に思ってくれるんだったら、はい、Don't change とかね。 not, Do not change a hair for me if you care for me. StayLittle Valentine, stay. この stay もうだからそのままでいてっていうことやな。もうそのままでいい。だから stay ここにいてっていう意味で思って歌う人もあっても、うん、もうそのままでいい。もう全然変えなくていいからっていう意味の stay で歌う人もあってもいい。うん。どっちの意味もあってもね。うん、私はそのまま変えないでっていうふうに歌うけどね。うん、まあ、流れ的にはやっぱりね、stay はそのまま。ね、変えるなっていうイメージがするよね、やっぱり。Little Valentine, stay. もの私の恋人よ。そのままでいてください。うん、で、Each day is Valentine's Day. もう毎日が愛の祝福の日だ。うんうんうん。まあ、戦争がたくさんあったから、兵士たちが子供とか結婚してたら、その士気が下がってしまう、ね、嫌に借りたいと思うから、だから結婚禁止してたと。で、それを。その時の皇帝がね。ね、その時の皇帝が。で、まあ、このバレンタイン司祭っていう人が、こっそりみんなに結婚式あげさせてたと。うん、で、まあ、一応、その時の皇帝が、いや、まあ、もうこんなことしたらあかんって言ったけど、変えなかったから、2月14日に処刑されたということで、2月14日は、まあ、愛する人たちに対しての、まあ、祝日というふうにされたと言われていますということですが。っていうのが一節なんだよね。うん、祝日、まあ、一節やね。有力説。でも毎日がもうバレンタイン、恋人たちの日になってみたいなっていう意味じゃね。だからあなたとが、はい、あなたといたらもう毎日が恋愛の祝日の日。うん、だから日本人だとバレンタインデーって言ったらどうしても女の人がチョコをあげるだけの日ってイメージがあるけど。確かにそう。恋人たちの祝日っていうイメージだよね。そう、恋を祝福する、愛を祝福する日やな。なのでもう完全に、2月14日に歌うべき曲ってことですね。まさにそうですね、はい、で大ちゃん的には2月の1日から14日の間にしか歌わない。そうですね、そうです。2週間の賞味期限があるということですね。私的にはあるかな、うんうん、のね、トリオではよく3人で、関係なく、うん、バレンタイン関係なく演奏してましたが、うん、で確かにさ、マイルスの有名なアルバムとかもね、別にバレンタイン関係なく関係なくずっとかかってる。そうね、かかってるしね、うん、歌でなかなか他で出てくることって、まあチェット・ベイカーでしょ。うん、まあ、私もアニタ・ベイカーの印象がめっちゃ大きくてね。で確かにあれはバレンタインズデーに関わらずかかるかもしれんなって今も、うん、というわけで曲としては有名な曲ですが、歌詞的にはちょっとそれ言い過ぎなんちゃうのみたいな、うん、っていうところを乗り越えて、もう愛にフォーカス、うん、心をフォーカスして歌うとなんとか歌える、なんとか歌えるというか、そういう風に持っていきたい。歌いづらい曲やね、だからね。そうなのね、その呼吸を落とす部分をね、おてんぱんに言ってる
っていうだけではないこの愛の祝福の歌やから、そのコンテンパに言っているところも全てはそこにまつわいく行き着く起承転結の一つであるということで、でそのローレンツ・ハートがどういう意図で書いたのかを知ったら本当に気が休まったって、休まった心が休まったわ、あれ本当に、ね、ありがとうって感じだった、はい、というわけでマイファリンバレンタイン、じゃあ僕らの演奏を聴いていただいて終わりたいと思います。本日も、最後までありがとうございました。カオタイコさんでした。ありがとうございます。マイファリンバレンタイン、スウィートカーミックバレンタイン、make me smile with my heart. Your looks are laughable. That was laughable. Unphotographable. Yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak?Stay.
えー